リサッカー男子1次リーグ D 組日本語のゼロパラグアイ、日本時間25日、ボルドー、日本は5得点で初戦を快勝。前半25分に右足首を踏まれた FW 平川優、23、イコールブリストル、は同34分に自ら座り込み単価でピッチを後にした。それでも試合後は取材には応じ、まだ何とも言えない状況です。 歩くのもちょっと痛いですねと現状を話した。平川の足を踏んだ MFB らは直後に VAR の判定の末にレッドカードで退場。時間帯も時間帯だったので、ここで無理して悪化させるよりは100%でできる人と交代して、次の試合に向けてという頭のリセットができたと平川。冷静な判断で交代を選択した。